にちは。まあ、やるか。青が移動、赤が移動、白が移動。どうやって白を増やすかと言っている。増やすってなんだ。増やすってなんだ。あ、ここでさ、青色は細切れになっててみたいなのできたりすんのかなと思ったんやろな。こう、まあ、スイカみたいな感じ。青色どうやって使おうかな。青色を、青色は右にしか行かないから、上方向の移動ができるのは赤だけ。赤だけか。赤だけが形変えることができる。これでさ、半々を作っていくには絶対エネルギー足りんもんな。こんなの方針はこういうことをやるんかなと思ってて、エネルギー内でね。斜めの青、斜めとはゆえ、結局この方向全てをただ単純にスライドさせるだけだからね。そこに何があるのかと言われると、でもなんか半分の半分のみたいなのはやるべきだろうな、この残量から言って。
なんか方向性は合ってる。これが方向性は合ってる気はする。だいぶ形違うな。いいんだ。分かっちゃえばすぐでしたね。いい、これ解かないともう何もできないんだね。拡大縮小と色を侵入するやつらがいて、白白青青赤、元の色はもうどうでもいいな。赤色がここに来るのが一番大変か。いや、まあ真ん中をグッといけば、とりあえず赤色をこっち側に避難してみて、はい、こんなぐらいでもいいか。で、青と白を青と白くっつくと色をお互いに、青色はどこに残したい、あ、ここの縦に青色残したいから、青色をちょっと外側に持ってってみるか。ここに青色は残しつつ、残るかね、残った。白を左にスライド。これこの状態で白をこう、ああそうなるのか。ずらすがないから、今回は白を左に、だったら青色をもっと広げてしまってから白を侵略、十分、あ、十分白を侵略させて、そうなるのか、これ。そっか、うわ、ちょっとわけわからんこれ。左に白が欲しいのに、この真ん中のやついらんねんな。これ対象系作るとダメだね。青が消えた。対象系はダメか。この辺が最初非対称なんで、この辺でも白を左にやっちゃいたい感。赤色が青、赤色はまずここ侵略までして、やば白色が侵略をすると、あ、だから赤色がもう侵略されないようにしてから、青が白消え、青がいて、左側だけ白行きたいが、ここの赤つないでんのを消したい。なんで青が入り込んでた、ここ。まあいいや、よかないだろうけど。赤が切れたので左側にだけ接続できるみたいな状況があると、こっち側を白で
占有できたりするね。だ青色の広がり方が鍵やねんな。ここで白が左にタッチすると嬉しい。いや厳しい。てかもう時間切れじゃない。左にも入ってくるか。時間切れが先来る気がするな。白がね、左の赤いところ占有するだけで多分もうほぼゴールなんだよね。それが狙えればいいだけ。こんなに赤色を広げる。青、赤色？赤色は分断され続けてほしいね、まず。で、青色を経由して白が左に行ってほしいわけだから。左の赤っていらない？白と赤だけつながると嬉しい。赤が、この白が左行くかな。右も行くかな、これ。これどう？ああ入ってる。赤がもうちょっと小さくて、青がちょっと出っ張って、そうすると白は左にくっつくので、白がうわお、青を離して、白が左くっついたら青を離しての、白左に持ってって、ん？ちゃうちゃう、なんだ、白くっつけて青を離して、白これで増やして、増やして、ここ青にしたい。なんかちょっと違う感あるな。この白がまあここまで伸びればいいんだけど、この辺が多分やられる気がする。気持ち悪いな。ここの赤占有したいよね。ただ白が先入ってから、ここはキモい。ここの2つが同期しないのがキモすぎる。下はもうちょっと青色を寄せたい。上は白を寄せたくて、下は青色で寄せたい。白が
赤をやっぱここでこうするべきか。そうするとめっちゃここ白を攻めてくるので、青が広がってて、いやー時間切れだなこれ。うわこれは分からんだろう。赤がここ攻めたら勝ってるもんね。なんかもう軽い、もう軽く省略できればよかったね。どこだろうね。いやこれ白が攻めるのはよくて、ん違う、下の青はあれするのに、だから白が赤色を攻めて、これをやりすぎたのかな、もうこの時点でやばいのかな。こうなったら白が上に入って、赤が広がって、赤が最悪だ。左上はやりたくない。ここで赤色が入りたくない、白を増やせ。うえキモい。うん、これなんだっけ。あ、上に伸びるのか、上に侵食するのか。今何色があるの、ここに青色があって、ここに赤色があって、ここに白色があるのね。で赤は左に伸びる、赤は侵食する、青は広がることだけができる。なんでこの白い形をどうやって作るの。白が上と下に伸びる、侵食しながら伸びる、赤色が、赤色は分断されている、赤色は侵食する、青色がここに来ないといけない。これって一旦食っちゃったエリアを他の、一旦他の色で食っちゃったエリアをどうやって食い直すっていうか、赤色ってどこなの、最終的に赤色っているの、ん最終的に赤色がいないといけない場所ってないんだ。え、これゴールの形が分からん。青、この、しか、白はこの形になればいいんだね。青と白だけで良い。なんか赤色を、この白の形にしときましょうとか、そういうやつかな。赤色が左にすられできる。これでなんかサイズを変えて、よくわからん。
上と下の白はこの長さなんで、この青い部分を、でも青は侵食できないので、赤色の存在を消すことで青にしてきる。だからこの部分はやっぱ赤色で一旦食っとこうねで、こういうことだよね。おい、このイプシロンをやらないと次のレベルは出てこないって感じか。この辺に残ってるやつが出るんだろうね。この辺はもう変な形を作ろうねっていうステージなんだ。青色があって白色があって、こういう風に配置しろ。白は移動できる、青は拡大だけできる、白は拡大と縮小ができる。白を分割するにはこの形をへこませるんだけど、この辺に青いのが欲しいから、どのぐらい移動で使うか分かんない。画面がいくと削れるんだっけ。それで切れる、ちょっと分かりにくいよ。ここで真っ二つにする。でもっとあの形にする。丸くするには小さくしてからでかくする。あの形になるように青色でうまく削ろうねでいいのかな。青色をもっとでかくした、いやそんなことない、なんとなくあの形になるには、これ型抜きか、そう、別に拡大縮小であの形になればいいだけだから、移動範囲小さくなる分小さい形でやった方がいいんだ。最初小さくしてから、なんで切れた、さらに小さくして、いやこんな精密な形は別にいるかどうかわからん。こうして、これはあれを埋められるなら勝ちなんだが、ちょっとだるいな。こここんなにやんなくてよかったのか。
その辺をカットして、まだ荒い。こっからだから第二ステップでもうちょい削りたいって感じだろ。今どのぐらい？似てない。このサイズで削らないとダメ。そのぐらい拡大して、だいたいあの辺のアウトラインを削れ。いちいちこれ動かすの逆なの腹立つな。マジこれ十字キー対応してくれるだけで全然変わるのに、操作感全部マウスなんだもん。上下左右が横並びになってるやつをマウスで動かすんだもん。これが十字方向に置いててくれればいいのにな。分かんなくなった。逆だっつってんだろ。だいたいこの辺がこう削れる。チェック、おもんない。まだ左下のあたりがかなりあるので、左下、あ、違う、右下と左上を削りたいって感じだね。まあ拡大してやった方がいいんですけど、うぜ。これはダメだ、多分上が入り込んでる。いや、うぜえ。おもんない。まあこういうことができるよ。これはね、エクストラステージとかに収録してほしいやつだよな。えい、ほな今日はここまでにしましょう。あのね、このゲーム強制全画面なんで、アバターがどこ見てんのかよくわかんないんだよな。